インゴールブルアルナルソンインゴールブルアルナルソンは、ノルウェー及びアイスランドの狩猟、探検家。有史上で最初にアイスランドへと移住したノルマン人である。植民の書によれば874年、彼は自身の農地をレイキャビークにて開拓した。もっとも最近の考古学にて、この記録よりも少し早く移住が行われていたことが確認されているが、 年代が大きく離れているということはない。中世の歴史記録者、アリ・ソルギルスソンは、インゴールブルが最初のノルマン人移住者だと述べている。しかしソルギルソンは、パパーと呼ばれるアイルランド人僧侶がノルマン人よりも早く移住をしていたとも述べている。またケルト人がアイスランドを去った理由として、この新たに移住してきた異教徒との共生に耐えられなかったからだとしている。 植民の書にはインゴールブルの移住に関する伝説的な記録が残されている。インゴールブルはチアダに巻き込まれた末、ノルウェーからアイスランドに渡った。彼はガーサルスババーソンとフローキビリガルズソンが大西洋に新しい島を発見したと聞き、友人のヒョルレーブと共にアイスランドへと出港した。島が見えると、 元住んでいたの家の柱を船外に投げ、神が陸地に連れてきてくれたと強く信じた。インゴールブルの奴隷二人は投げた柱を見つけるために海岸を探索した。三年の後についに柱を発見し、そこがレイキャビークとなったと言われている。一方、インゴールブルと共に移住したヒョルレイブはアイルランド人奴隷たちを霊ルし、その結果奴隷たちに殺害された。後に、 インゴールブルは現在のウエストマン島に奴隷たちを追い詰め殺害している。ウエストマン諸島の名はノルウェーから見れば西の人々であるアイルランド出身の奴隷に由来すると言われている。インゴールブルはアイスランドの南西部を開拓したが彼の移住についてそれ以上のことはよく知られていない。彼の息子であるソーステン・イングルフソンはシングもしくはティングと呼ばれる民会による 自治制度を導入した。これは、現在のアルシングの原型と言われる。インゴ・ールブルの妻は、ハットルベイグといい、現在のアイスランドの住民には、インゴ・ールブル夫妻にまで家計を遡れる人物が存在するという。インゴ・ールブルの日本語表記としては他に、以下の例が見られる。ありがとうございます。